JR 元町駅から山川へ徒歩5分ほどの場所に今年6月にオープンされたこちらのカフェへやってきました。こだわりのコーヒーと軽食、スイーツがいただける23、ナチュラルな雰囲気の店内でゆっくりできます。メニューはこちら。この日はランチで利用させていただきました。朝7時から営業されてて、おにぎりとお惣菜のモーニングもありますよ。昔ながらの喫茶店らしいナポリタン、しっかり酸味の効いたケチャップの濃厚な味わいが最高、おすすめです。カリッとハードパンにサンドされた自家製キノコクリームソースが絶品、厚切りベーコン、蒸しケールとマッチ。アイスコーヒーは深みと華やかな香りがすごい、味わい深くてめっちゃ美味しい。デコポンジュースも濃厚です。元町でゆっくりするときにおすすめ。次回はスイーツも食べてみたいです。 JR 元町駅から南へ徒歩3分ほど、南京町の近くに今年5月にオープンしたカフェへ向かいます。少し路地に入るとお店を発見しました。お月様の看板が目印。こちらの建物の2階にあるみたい。珍しいナイトカフェで営業時間は15時から24時まで。店内は月の正面がおしゃれで大人な雰囲気。半個室のソファー席は居心地よくてゆっくりできます。メニューはこちら。ナイトカフェなので果物や紅茶を使ったカクテルが充実。コーヒー紅茶におしゃれなノンアルコールのカクテルもありますよ。とろりクリーミーでコクのあるバスクチーズとバーナーで炙った砂糖の香ばしさがマッチして絶品、おすすめです。深みのある甘さのクリームと香ばしいお砂糖のハーモニーは大人なスイーツ。フルーツと食べても美味しいです。目の前で炙ってくださる演出やカクテルのパフォーマンスも楽しめる、スイーツとお酒のナイトカフェでした。元町駅と三宮駅の間、北野工房の町があった場所へやってきました。11月に食の複合施設ができるそうです。路地に入ると美味しい洋食屋グリル大東さん、お隣にあるこちらのカフェでゆっくりしたいと思います。店内はテーブル席とカウンター席、そして奥には隠れた個室もあるんです。本棚を押すと奥に素敵な部屋が現れました。隠れ家感にテンション上がります。埋まってることもあるので予約がおすすめです。海外のリビングのような雰囲気でゆっくりできそう。ハロウィンの飾り付けが可愛くって子供も大喜び。奥にはテラスもあって、ワンちゃんと一緒に過ごすこともできるそうです。ア
愛犬と一緒にカフェも素敵。メニューはこちら。北野で人気のザ・シティドーナツさんのドーナツもここで食べることができます。ドーナツは早い時間で売り切れてしまうことも。オリジナルスイーツ、ドリンクも種類豊富です。チョコレートのまったりとした甘さにミルクのまろやかさが美味しいカフェモカ。マスカルポーネの代わりにヨーグルトを使用した珍しいティラミス、注文から作りたてで提供いただけます。ヨーグルトの酸味とコーヒーの深みがマッチ。爽やかで軽やか、さっぱりとした美味しさがいい感じ。素朴な味わいのワッフルにひんやり甘いアイスクリーム、ナッツの香ばしさがアクセント。お塩をかけると塩キャラメル味に変身。塩気が甘さを引き立てます。ベリーの酸味とアイスの甘さがいい感じ。ハロウィンにもぴったりなカフェ、またドーナツも楽しみたいです。JR 元町駅から徒歩5分、元町商店街3丁目に移転オープンされた篠本さんへ行ってきました。港川本店と三宮のお店が合併して元町商店街にやってきました。店内カフェスペースは広々おしゃれ。奥にはペット同伴で楽しめるお席も。2階は雑貨と観葉植物の販売もされています。メニューはこちら。びっくりするくらいさつまいものソフトクリーム、ねっとりとした口当たりとさつまいもの優しい甘さが最高。まったりとした濃厚なさつまいもペーストとキャラメルソース、クリームがマッチして美味しい。さつまいもの味わいを大切に作られた癒しのスイーツです。最後にお芋に合うほうじ茶でのんびり、ほっとする香りが癒し時間を演出。とっても落ち着く篠本さんでした。次回も JR 元町駅周辺グルメ、最近オープンしたお店巡り、復活したハンバーグに大行列のアサイーボール。